私の名前はドミちゃん。私は今クラス全員分の給食費を盗んでしまいました。なんでこうなったのかって、それはついさっき、はあ、やっと学校着いた。この前はありがとね。本当助かったよ。いや、いいんですよ。気にしないでください。前回の動画見てない人は見てくださいね。そういえば今日1年分の給食費の回収日じゃん。もうこんな大金持って学校に来るのすごい嫌なんだけど、早く先生に渡したい。そうですね、早く先生に渡したいですね。はめけめ、おはようございます、みんな。よし、ホームルーム始めるからみんな席つけ。じゃあ出席取るぞ。え、何？非常ベルが作動したみたいですね。廊下の非常ベルが作動しました。生徒は直ちにグラウンドへ避難してください。ああ、とりあえず放送通りみんな外に出てくれ。最後に教室の鍵を閉めるから忘れ物ないようにな。誰かがいたずらで押したんじゃないのかな。また本当に押したんじゃないですか、ドミちゃん。そんなことしてないよ。わかりました。じゃあ避難しましょうか、ドミちゃん。行きましょう。あれ、のみちゃん、カバン持っていくんですか？他の人は持ってませんけどね。なんかカバン持ってないと落ち着かなくて。そうですか、行きましょう。あ、ごめん、私教室にスマホ忘れてきちゃったかも。あー、でもまあ大丈夫です、まだ時間がありますから。僕も一緒に行きますよ。うん、大丈夫。内畑くんは先にグラウンド行ってて。そうですか。うん、じゃあ気をつけてくださいね。ありがとう。怪しいですね。早く教室に戻って避難しないと。ほら、いてててててて、て、あれ、確かに誰かにぶつかったはずだけど、誰もいない。って、あ、教室にスマホ取りに行かなくちゃ。あれ？開いてない。あ、そっか。避難するとき先生が教室の鍵閉めるって言ってたな。仕方ない。グラウンド行くか。ただいま非常ベルが鳴った現場を調査してみましたが、機械の誤作動だったようなので皆さん教室に戻ってください。はあ、よかった。よかったですね、ゼミちゃん。ところで忘れ物は見つかりましたか？ううん、教室まで取りに行ったんだけど先生が鍵を閉めててスマホは取れなかったの。そうですか。それよりドミちゃんみたいにカバンを持って外に出てる生徒は他にもいますね。それに比べて私は手ぶらで避難してきてちょっと恥ずかしいんですよね。まあでも結果的に何もなかったからよかったじゃん。それより早く教室戻ろ。そうですね、雨も降ってきましたし戻りましょう。よし、じゃあホームルームを始めるんやけど、その前に親から預かった1年分の給食費をまず回収したいと思うので、全員出して先生のところまで持ってきてくれ。何これ？なんで私のカバンにこんなお金が？
あれ、ない、ない、ないで、ないです、ないです。あれ、ないんだけど。え、なんで？ないです。え、もしかしてこれってみんなの給食費？でもなんで私のカバンに？みんなどうした？ハイブ持ってきてや。やばい。とりあえずこれを見られたらまた私が犯人扱いされる。一旦教室から出て考えよう。あ、いてててて。あ、ドミちゃん大丈夫か？うん、何やそれお前。いや違うんです先生。これお前クラスみんなの給食費やないかい。ドミちゃん、これもうとうとうやで。違うんです先生、私本当にやってなくて。とりあえずここで話すのもあれやから職員室に来なさい。そんな。いやー、ドミちゃんはいつかやるかと思ってたけど、まさか本当にやるとはね。いや、やばいでしょ。すいません。ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。ん？どうしたのよ、千畑。いや、さっき避難してた時に何か変わったことはなかったかなと思いましたね。変わったことか。あ、そういえばみんなグラウンドに向かって走ってたのに一人だけ教室に向かってる人がいたな。ほう、それはドミちゃんの姿でしたか。一瞬だったから分かんないな。え、でもそれがどうしたの。いいえ、何でもありませんよ。ありがとうございます。すいません、あけみさんですよね。あなたは非常ベルが鳴った後に何か変なものを見ませんでしたか。私は何も。そうですか。それは何ですか。何でもないわ、ただのゴミよ。ああ、そうですか。それは失礼しました。もう少しこの辺りを調べてみますか。むかむ。何ですかこれは。教室の扉にこんな傷は。わかりましたよ、給食費泥棒の真犯人がね。違うんです、気づいたらみんなのお金がカバンに入ってたんです。そんな魔法みたいなことあるかいな。本当なんです。先生ちょっといいですか。お、どうしたよ内原。あ、お前まさか前みたいに事件を解決するつもりはないやろな。そのまさかですよ先輩。いや先生、この給食費泥棒の大泥棒が分かったんですよ。みんなを教室に戻してください。お話があります。よし、みんな席に着いたな。よちはた、話を聞かせてくれ。ええ、今朝ホームルームが始まると同時に非常ベルが鳴りましたよね。タイミングよく。あれは私は誰かの仕業じゃないかなと思っています。とりあえずその件は何もなかったし、非常ベルと給食費盗難何か関係あるんや。ええ、そうですね。でもまあ話を進めましょう。ドミちゃん、あなたは忘れ物を取りに教室に行った時に誰かに会いませんでしたか。え、誰かにぶつかったんだけど誰だか分からなかったの。
そうですか。おい、内畑、お前犯人が誰かほんまに分かってるんか。いい、もちの論です。端的にお話しましょう。非常ベルをいただきに鳴らし、教室の鍵を開け、みんなの給食費を盗んだ犯人、それは鍵穴明美さん、あなたです。そんなこと言って、あんた証拠なんかあるの？ That's right、 明美さん、あなたさっき工具みたいなもの持ってましたよね。それが何よ、これのこと？私はね、その工具、いや、ピッキングツール、それを使って教室の鍵を開け、みんなの給食を盗んだ。私はそう思ってるんですよ。ちょっとふざけないで。この工具はその辺に落ちたものを拾ったものなの。私のせいにしないで。じゃあドミちゃん、あれドミちゃん、あなたのカバン見せてください。うん、やべ、あけみさん、あなたが犯人じゃないというのなら、なぜ給食費の入ったカバンにあなたの名前が書いてあるんですか？え、一体いつの間に？簡単ですよ。ドミちゃんが廊下でぶつかった相手は明美さんだったんです。じゃあその時にお互いのカバンが入れ替わっちゃったってこと？そういうことです。はい。はあ、私って本当バカよね。なんであんなミスするかな。明美ちゃん、どうしてそんなことを？あなたにはわからないでしょうね。強制にどれだけお金がかかるか。明美ちゃん。鍵穴明美、職員室に来てくれ。みんな先生が戻るまで自習にしといてくれ。明美さん、ドミちゃん、今回も危なかったですね。ありがとう、よちはたくん。今回も助けられたよ。いいんですよ、気にしないでください。私の濡れ衣は晴れ、あけみちゃんは3ヶ月の停学になり、今はすごく反省しているそうです。みんなも給食費は奪っちゃダメだぞ。プンプン。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人は